改めままましておはようごでござざいいすすさんで今時刻は8時を回ったところで、先ほど配信を終えて朝ごはんを食べに行ったところで、あるリスナーさんから、こもさんこれ知ってますかというので、兵庫県議会議員姫路市選出の竹内秀明さんのいわゆるアメーバブログ、アメーブロで、 昨日の「伊予木誠先生を偲ぶ会」について、えー、と書かれたものがありますよと、まあ、竹内先生の、えー、このブログについてはしばしば私も閲覧をさせていただいておりますが、昨日はちょっと読んでなかったんで、でそこでニュースには出てこなかった、伊予木先生の偲ぶ会の式次第とか、 えー、そこでご長男が発言をされました気になる言葉まああの1分間のニュースでそこまでっていうのはできないでしょうし、まあ、いつ斉藤知事が辞めるというかは分からないので新聞記者たちがくだらない質問でもずっとこうくっついていかなければならないというのは。 えー、仕方のないことなんだと思うんですけれど、まあ、不毛なやり取りは置いといてですねどういう話があったのかとで昨日故・与喜部誠先生をしのぶ会が公益財団法人兵庫震災記念21世紀研究機構や兵庫県などの主催で行われましたと斎藤知事も出ていましたし神戸市長も 出席をしていたのを映像で確認をしておりますが、ともに実は、挨拶をしておりません、この竹内先生のブログによりますと、第1部、開式、司会者から開式の言葉黙祷スライド上映、私の履歴書柄 <laughs> ということなんで、っ <laughs> <laughs> これはあの日経新聞私の履歴書をペースにしたスライドが上映されたと、で追悼の言葉をお三方、述べられております、まず地域代表として、蛭田武さんで、そして研究者代表としてお二人目、箕、えー、原俊弘さん、神戸大学教授であります。 でさらにここでスライド上映2つ目追悼というのでちょっとその内容は分からないんですが式次第を読んでおりますそして追悼の言葉3人目として発起人代表、えー、川田義明さんからの追悼の言葉そして喧騒というのは演奏が何か行われたということですね で遺族代表挨拶に続いて、献花が行われ、閉会をしたということなんです。えつまり、県知事も神戸市長もお挨拶をここでさせてもらっていないということですね、まあ、通常、通常であれば、結城部先生の神戸とのゆかり、 あるいは震災後のさまざまなご活躍ということを考えるとそこに県知事や、まあ、県知事だけを入れて市長を入れないというわけにもいかんという配慮は当然あろうかとは思いますけれどあってもしかるべきなんですが、まあ、結局あんなペラペラなコメントしか出せない知事にしゃべってもらったところでということはあろうかと思います。これがあの、えー、指揮次第で,でありました まあ、通常のニュースでこれを報じろというのは、まあ、ちょっと酷なことではあるかとは思うんですけどなるほどとまあまあ,あそうですね式、まあ、次第としてはおかしくはないですし、えー、私も司会者として相談を受けたら、まあ、お話になりたい方話してほしい人話したいという人は大勢いらっしゃるでしょうけどまあ2人か多くて3人でしょうねとう。 司会者としてもアドバイスはさせてもらいますんで。で、第1部終了後、斎藤知事の囲み取材が行われていましたと、アメブロに書いてあります。まあ、それほど多くの記者でもないですか。うん。えー、テレビカメラは、どうだったのかな。これは、三脚はないですね。 えー、県の広報課から、今日は結城目先生の忍ぶ会ですので、忍ぶ会についてのものだけでお願いしますという要請があったんだそうです。報道しない自由をどうぞお願いしますと。まあ、しかしまあ、ねえー、そういうわけにはいかんでしょう。ただ、神戸新聞にもありましたように。 文章についてのコメントは差し控えたいと思います。改めて先生のご生前の兵庫県へのお力添え、そしてさまざまなご協力に感謝申し上げるとともにご冥福をお祈りしたいと思いますという、まあ実に当たり前のことを言っただけ。えー、記者が聞きました、最後に、いよ部先生に会ったのはいつですか。お会いした時期がいつか正確には覚えていないんですけれども、 知事室でお会いさせていただいてその時にお話しさせていただいたのが、まあ、でも調べてこいよと思いますよね知事室で覆ってるっていうことは秘書,秘書たちがちゃんとスケジュールを管理しているんで最後に会ったのがいつ何時でこんな話してはりましたよっていうレクチャーぐらい受けてくるもんだと思うんですがそんなこともできておりませんうーん。 もうやっぱり県庁仕事崩壊してますねその時にお話しさせていただいたのが2025年阪神・淡路大震災から30年という節目になりますのでそこで県としてもいろいろな行事とか発信をさせていただきたいのでぜひ先生からのご指導をいただきたいということをお伝え申し上げまして先生からもぜひ頑張ろうということではい渡瀬 西原県民局長の告発文に書いていることとは180度違うことを言ってますがもう今更それを伊予木部先生に聞いてどんな失礼な話しはったんですかと確認することもできませんで竹内県議は最後の伊予木部先生のご子息 東大の大学院の先生をなさっているんですが、遺族代表の挨拶に触れてはります、これ、文字起こししはったんですかね、父があまりにも急に亡くなったので、皆様と同様、私たちも父の苦しむ姿を目にすることはなく、今でも目を閉じれば、元気で愉快な姿がまぶたに浮かびます。 だから父を諦めることができません苦しんでおりますそして私たちは父を失った喪失感だけではなくあるいは悲しみだけではなく表現し難い不安にも苦しみました今日に至るまでたくさんの方に私たち家族は <laughs> 支えていただきました そしてその方々の中にも、ただ悲しんでくださるだけではなく、何かの不安を感じる方がいらっしゃる、その不安の所在というのを、今日まで考えてまいりました。とお話になり、でまあ、研究者としてのお父さん、家由木誠さんの業績について話をしていかれたそうです。この ご,子息がご家族が感じている不安あるいは悲しみだけではなくって支えてくださる人たち近しい人たちも感じている不安というのが何でしょうかと竹内賢治も賢義も私にはやはり分かりませんでしたということでまあその後さまざまなそのお亡くなった当日のメモとかあるいはまあ野球がお好きだったんで。 こういうい、えー、ユニフォームとかグローブとかっていうようなものですね、倒れる直前、3月6日、兵庫震災記念21世紀研究機構で理事長として勤務しており、14時からオンラインで、孫文大アジア主義公演100周年の企画について話し合い、予定より早く終わって、その直後に倒れました。 会議終了予定時刻だった14時30分には救急車が呼ばれていました。機構のスタッフと医師の懸命の救急にもかかわらず大動脈破裂で亡くなりましたということが書かれていたりいたします。私にもすみませんそのこの不安との中身が何なのかっていうのがわからないんですが、このように竹内権議が書いてくださって。 報じてくださって初めて分かることであの川勝知事の職業差別発言があったあの新入職員に対する挨拶を NHK はただただ普通に新入職員をえ激励しましたっていうふうにお昼のニュースで伝えておりましたですよね。 ちゃんとした感覚を持っていないで別のことに気を取られていると大事なところが伝わらないということですね。なのでまああの要は季節ネタみたいなもんとして暇ネタとして梅草として楊貴妃先生の死の会を取り上げているそしてひょっとしたらそこで 斎、えー、藤知事が辞めるっていうかもしらへんからとりあえず誰か1人派遣しとけっていうそういうニュースの扱いだったと思うんですね。で結局辞めるとは言わなかった辞めるとは言いませんでしたっていうペラペラのニュースで終わってるんですが実はまあ今回その。 斉藤知事一派のやったことが石木部先生の命をどう縮めたのかについてはその医学的なイベンスというのは当然取れるはずもないんですがあの一派が好き勝手やってたっていう中で、えー、兵庫県が来年震災から30年を迎えようとしているで他にも他にもさまざまな問題が出てきているそれはもうワインをもらったとかおねだりしたとか飲んだとか家で飲んだとかっていうそういう話では ないということをたびたびお話をしております、えー、その長官チェックでお話ししてきたことがどう岩木部先生のご子息が感じてらっしゃる不安ということに結びつくのかは今のところ私は全くノーアイディアなんですけれど実は昨日のあの式典の中しの忍会の中で当事者である岩木部先生の ご子息あるいはその近しい人たちが感じている不安という言葉がキーワードが出てきているっていうことはまあ彼らの能力やセンスや1分程度のニュースの枠の中で処理することはできないのだということはニュースの送り手側の論理としては分かるんですけど私もすいません気がついておりませんでしたあの教えてくださってありがとうございました竹内先生のええー、議のブログを読むと確かに このように書かれていましたし、そのことについての答えを今、私は持ち合わせていませんが、皆さんとともに、この清木部先生の息子さんの感じている不安というキーワードを、まずここでお伝えしておかないかんないと、それがどこかで今後、真相解明に向けて動く百条委員会であったりとか、あんまり報道に期待できないですけれど、報道の中でですね、 解明されていいいったらいいなとそれが、雪部先生に対して、あるいは、渡瀬さんやエッチ課長に対してできることなのかなというふうに思いまして、ちょっともう降りないといかんのですけれど、この時間、今日すいません、朝2つ目の配信となりますけれども、生配信ではお話しできなかったことについて、お話をさせていただきました。 以上、小森さん、小森康則でございました。ご清聴ありがとうございました。失礼します。